はい、本日はですね、こちらのノースフェイスのちょっとペタンコになってるかわからな、これですね、こちらノースフェイスの、グラニュールというカバンを紹介していきたいなというふうに思います。で、まあ最近ちょっとカバンは続いてるんですが、まあ今回もカバンを紹介していく流れにはなるんですけども、このグラニュールっていうやつがですね、まあパッて見てもらったらわかると思うんですけど、結構ちっちゃいんですよね。一応ボディバッグの中でも一番小さいかな、それぐらい小さい感じになってて、まあ、それでも人気があるんですよね。で、ノースフェイスの中やったらこのスイープっていうカバンも人気があって、まあ、グラニュールもまつぎぐらい人気があるかなと思うんですけど、このノースフェイスのスイープが、4リットル確か容量はあるんですけど、こっちは 1.5 リットルってことで、だいたい半分以下ですね、半分以下ぐらいになってるので、結構容量は限られてはいるんですけど、まあ、それでも結構人気やったりはするので、まあ、その辺をちょっと見ていきたいなというふうには思いますということになっているので、まあ、今日はですね、このグラニュールの、まあ、容量とかどれぐらい入るんかっていうところを見ていったりとか、あとまあ特徴ですよね、まあ、どういう特徴があるかっていうのを見ていって、その次にデメリット、あ、ここちょっと微妙ですねとか、これはちょっとなんかあれですよねみたいな話をして、最後にまあおすすめの人、まあ、この容量が小さいがゆえにこういう人には向いてると思いますよみたいな話をしていって終わりにしたいなというふうに思いますので、まあ、早速、容量っていうか、まあ、特徴ですね、そこから見ていきたいなと思います。まあ、まずですね、これまあパッて見てもらったら分かる感じで言うと、もう明らかに小さいんですよね。で、長財布ギリギリ入るかないうぐらいのサイズ感にはなってると思うんですけど、ちょっと見ていきたいんですが、まずですね、ポケットがこの一番メインのポケット、この前のポケットがピュって1箇所あって、もう1箇所は後ろ側にポケットがあるので計2箇所ですね、ある感じにはなってるんですが、後ろの方は本当に容量はなんていうんですか、縦にすっぽり縦型のやつが入るぐらいの感じになってるので、まあ、あのちゃんと物入れるっていうとこの前にはなってくると思うんですけど、実際入れていきたいなと思います。まあ、僕がこれ何回か入れた感じで言うと、このまず長財布ですね、長財布がギリギリ入るんですよね。いや、よかった、長財布ギリギリ入るやんと思いきや、これだけでも結構もうおーもう満パンというか、結構埋まってるよねいう感じだと思うんですけど、まあ他何入れていけるかっていうと、もう薄いやつというか幅のないやつというか、まあそういうのを隙間に入れていくぐらいしかできないので、まあこれに、あとはまあハンカチですね。まあ、僕毎回毎回この出すハンカチ変わってるんですけど、これはですね、教員時代に女の先生に確かもらったハンカチになってるので、これあんまり大きい声で言えないので、もうこれはそっとしまいたいなと思います。で、これをパッて入れていって、次はエアポッツですね。エアポッツもポッて入れていって、エアポッツもポッ、で次に財布です、あ、財布じゃない、スマホですね。スマホに関してはこのさっき言った後ろにちょっと入れてみたいなと思うんですけど、まあ、こんな感じですっぽり入って、一回閉めていきますね。で、これ前がですね、長財布やと本当にジャストって感じなんですよね。これ閉めていきます。ちょっとキュッてこう、あれ当たっちゃうかなっていう感じなんですけど、苦労しながらキュッてこうヒュッヒュッて押し詰めていきながらやったら、まあ、なんとか入るんちゃうかなっていうことで、グラニュールであれば財布、ハンカチ、エアポッツ、スマホでもパンパンになります。で、この容量なんで、もう見てもらったらもうちょっと膨れてると思うんですけど、まあ、これが限界っていう感じで、まあ、さらに例えば向こうで買い物とか、例えば街中でなんか買った、ガム買ったとかなんて入れるってなってくると、まあ、結構苦しいっていうのが 1.5 リットルの容量になってるので、まあ、本当にこれ以上サイズが増えへんっていう方であれば全然問題ないとは思うんですけど、まあ、もしかしたらその出先で物が増える可能性があるってなってくると、ちょっとこの容量はかなり厳しくなってくると思うので、逆にこれ次スイープっていう4リットルの方にこの荷物を丸々移し替えていきたいと思うんですけど、まあ、まずこのグラニュールの方の長財布と、ハンカチと、エアポッツを取って、あとスマホもですね、こんな感じで取っていって、これをスイープの方に、スイープの方にこう入れていくんですけども、これポッて入れるとですね、めちゃくちゃ楽勝なんですよね。まだまだ入るでっていう感じで、まあ、これパッて見てもらったらこんだけ余裕があるんですよ。だから全然まだまだ入るので、例えば出先で買い物とか行ってなんか入れる可能性がある方とかやったらこのスイープになってくると思うんですけど、もう全然荷物は僕増えませんねんいう方やったらこのグラニュールで全然問題ないと思うんですが、まあ、そんな感じの大きさっていうのが 1.5 リットルという大きさになっております。で、次の特徴がですね、これがですね、まあ本当に構造がめっちゃスイープと似てるんですよね。っていうのも何かっていうと、このスイープがこっちで、グラニュールがこっちなんですけど、この生地感とかっていうのももう全く一緒になってるので、この辺がちょっと二重構造になってて、で、ロゴの感じもまあ同じような感じで、上の質感とかもナイロン同じような感じになってるので、そういう生地の補強の仕方とか、あとまあ縫い方とか、もうそういうところもまあほぼほぼ一緒になってるんちゃうかなという感じでは思うので、まあ一応強度とかも考えられて作られてはいてると思うので、まあこの辺が二重構造になってて、逆に他の部分っていうのはナイロンの一重の構造なんですけど、
まあ、この辺に関しては床とかに置いたりとかした時にも擦れても全然大丈夫な仕様という感じにはなってますね。そして次の特徴っていうのがですね、これがキークリップっていうのがついてあって、まあ、要は鍵とかカチンって止めれたりするんですけど、これ結構ボディバッグにはどこにでもあるんですけど、まあ、このグラニュールも 1.5 リットルしかないんですけど、まあ、そういった最低限の機能っていうのもあったりするので、ここに鍵を挟んだりとか、あとまあカラビナを挟んだりとか、あとまあ挟んだらあかんもん挟んでみたりとか、まあ、いろんな使い方ができるっていうのがこのキークリップかなというふうに思います。そしてまあ次の特徴としてはですね、やっぱりこの小さいっていうのがいいところでもあり悪いところでもあるんですけど、これパッて見てもらうとですね、かけるとめちゃくちゃシルエット感というか、このサイズ感がちょうどいいんですよね。なのでこうパッて見てもらったらそんな圧迫されてる感じもないし、かといってなんかキュンキュンにちっちゃいわけでもなくて、横に大きい 1.5 リットルなんで、多分正方形とかの 1.5 リットルやったら結構小さい、子供のカバン持ってるみたいに見えると思うんですけど、 1.5 リットルって言っても横にこう長い感じになってるので、まあ男性がこうパッて普通に背負ったりしてもサイズ感的には結構いい感じになってて、逆にこういうスイープとか4リットルぐらいあると、物があんま入ってない時はいいんですけど、結構物ガーッと詰め込んだりしたら結構パンパンになるんですよね。でその時とかは、あ、結構これパンパンに入れてるなっていう感じはしたりするので、まあ、シルエット的には結構綺麗な感じに収まりやすいんかなっていうのが、このグラニュールの 1.5 リットルのまあ特徴かなというふうに思います。では今のところざっくり特徴的なところは言っていったんですけど、まあ、本当に何て言うんですかね、最低限の機能があるぐらいな感覚で見てもらうっていうのがいいんかなというふうに思ってて、まあ、1.5 リットルで特別すごい機能が備わってるとかっていうわけじゃなくて、本当にまあスイープとかのもうちょっとちっちゃい版で最低限の機能がしっかり入ってるっていうのがこのグラニュールになってくるとは思うんですけど、で、まあ、逆にデメリットとしてはどういうデメリットがあるんかなっていうところなんですが、まあ、2つあるんですけど、まず1つ目っていうのが、これまあ見てもらったら分かるんですけど、入るものがめちゃくちゃ限られてるんですよね。さっき見てもらったみたいに長財布ですらもうちょっと厳しいというか、スムーズには開閉できなくてちょっと当たるんですよ。だからちょっと長財布を気にしながら開けたりとかする必要があったりするので、まあ、この辺っていうのは気にする人は気にするし、気にせん人は気にしないんですけど、まあ、容量がちっちゃいっていうところはやっぱりどうしてもこうデメリットというか、 1.5 リットルやからまあ仕方ないとは思いますし、逆に 1.5 リットルでもさっき言ったみたいにそう正方形タイプやったらもう長財布すら入らない、まあ、例えばマカ1とかもそうなんですけど、マカ1って 1.5 リットルぐらい多分同じぐらいだと思うんですけど、正方形に作られているので長財布なんかもちろん入りませんし、もっと入れるものは限られてはくるんですけど、まあ、このグラニュールに関してはまあ横に広げて作られているから、同じ 1.5 といえどもまあ多少頑張れば長財布は入るけど、他にいろんなもん入れたいって言われたら、まあ、ちょっと厳しいっていう感じになっているので、まあ、よくコンビニで買い物しはったりとかして、例えばアメちゃんとか、あとまあ、アメちゃんって大阪しか言わないですかね、ちょっとわからないですけど、アメちゃんとかガムとか買ったりとかする方とかやったら、多分こういうのに入れていくと結構パンパンになると思うので、まあ、これはデメリットの一つ目かなというふうに思ってて、次じゃあデメリットの二つ目は何かっていうと、これも明確なんですけど、この後ろのところの素材っていうのがですね、これはパッて見てもらったら別に何っていう感じで普通だと思うんですけど、まあ、スイープと比べるとわかるんですけど、このスイープっていう方はですね、この後ろの体の当たる部分っていうのにしっかりクッションがあるんですよね。だからこう当たってでもそんな荷物が直接当たってる感じっていうのはもう全くないんですけど、こっちのグラニュールに関してはもう一切クッションとかが入ってないので、例えば極端な話、こうやってスマホとか入れるじゃないですか。で、スマホと入れて、この体に当たる部分にスマホが当たってくると、あ、スマホ当たってるなってこう分かるぐらい直に振動が来るというか、まあクッションとかないので、ほんまに布切れ1枚、ナイロン1枚しかないので、こう当たってる感っていうのは結構あったりするので、まあ、このクッション性がないっていうのは、まあ、ちょっと持ち心地的にはどうなんかなとも思うし、でもかといってここにクッションが入ってると熱いっていう人もいてるし、まあ一長一短ではあるとは思うんですけど、まあ、クッション性が僕は今まであるボディバッグしか持ってなかったんで、こういう風にクッション性がないのって結構当たってるかなって、あ、気になるなと思ったんで、まあ、この辺はちょっと気になる人は気になるんじゃないかなというふうには思います。そして次にですね、このグラニュールっていうこのちっちゃいカバンがおすすめの人がどんな人なんかっていうところだと思うんですけど、まあおすすめの人はですね、まあ、先ほどから言ってるみたいに荷物がやっぱ小さいっていうところもあるので、どういう人が特にこれを持つべきかっていうと、多分普通の人やったらこういうスイープとかの方が結構持ちやすいと思うんですよね。いろんなもん入れれるし持ちやすいって思いはる方も多いと思うんですけど、まあ、こういうのやったら、例えば細めのパンツ履いてる方とかタイトなパンツ履いてる方ってあんまり長財布をポケットに入れたりしにくいと思うので、まあ、そういう方とかやったらこういうグラニュールみたいな本当に最低限の容量が詰まってるカバンっていうのはおすすめかなと思いますし、やっぱり細身のパンツ、パツパツのパンツとか履いてて財布の跡とか鍵の跡出るのってなんかちょっと嫌じゃない。
ですか。やっぱそう考えるとこういうまあ小型のカバンやったら、まあ、財布とかスマホとか鍵とかハンカチとかぐらいだったら全然入るので、まあ、そういった細いパンツ履いてる方なんかにはおすすめかなというふうに思いますし、あとまあそれこそこうちょっとおしゃれな人だって今こうなんですか、逆のブーツカットみたいなの流行ってるじゃないですか。ああいうブーツカットタイプって結構腰回りは細かったりはするので、まあ、そういった方なんかはこういう小さめのカバンなんかはスタイリストでいいかなというふうには思うんですが、まあ、それ以外にやったらですね、これパッてレビューとか見てたら結構あの子供に使わせてますっていう方もいらっしゃったりしたんで、まあお父さんがこれ買って使ってるけども気がついたら子供も使ってるみたいな。でまあ子供が使うサイズやったら 1.5 で多分ちょうどいいんですよね。持っててもそんな重くないやろうし、入れる荷物言うたってこのもって限られてるじゃないですか。まあ言うたらトーマスのおもちゃとかアンパンマンのおもちゃとかそんな程度しかないから、まあ、それやったらこれでいいんちゃうかなというふうに思うので、まあ、トーマスとアンパンマンのおもちゃ入れるのにノースフェイスのカバン使うのっていう人もいてると思うんですけど、もちろんそういう家族もあると思うし、そんなもんトーマスとアンパンマンにやったらスーパーの袋で十分やっていう家もいてると思うので、まあ、その辺はちょっと家の事情なんで僕は全然知らないんですけど、まあ、そういったレビューもあったりはするので、まあ、例えば家族全員で使いたい方とかやったら多分こういうスイープとかやるとちょっと大きいんですよね。だからメンズの大人の男性やと全然これでいいんですけど、まあ、家族で使いたいとか子供にも使わせたいって言ったらこういうちょっと小さめのカバンっていうのはまあまあありなんかなというふうに思いますので、まあ、結構これは万人受けするというよりかは結構用途が限られてる人には向いてるカバンになってて、逆に、まあ、一番最初にボディバッグ買おうと思うんやったら多分この辺は一旦避けた方がいいと思いますし、もうちょっとある程度容量のある3リットルから4リットルあたりのボディバッグっていうのがいいと思うんですけど、まあ、1.5 って結構ほんまにもう入れるものが決まってる人じゃないですか。まあこの辺っていうのはまああの好き嫌いがはっきり分かれるようなサイズ感かなというふうには思います。まあ、ただ僕も実際触ってみてですね、ほんまにこのスイープと全く同じ生地で全く同じ補強してるんですよね。だからまあ感覚的にはスイープの小さい版っていう感じで、でスイープ持ってて大きいねんとかこれぐらいの容量はいらんねんっていう人はもう絶対こっちだと思うんですけど、まあ別に容量はあればあっただけいいっていう人はもう絶対スイープになってくると思うので、まあこの辺がちょっと違いかなというふうには思います。一応先ほど言ったみたいにこっちが4リットル、スイープが4リットルでこっちのグラニュールが 1.5 リットルってことになってて、まあ、サイズ的には 2.5 倍ぐらいあると思うんですけど、 2.5 もないか、まあ2倍ちょっとぐらいあると思うんですけど、重さはですねそんな変わらないんですよね。こっちのスイープが 200g でグラニュールは 170g なんで、そんなに重さ 30g しかないので、あ容量結構入る割には、でしかもクッションとかもしっかりこっちのスイープは入ってんのに 30g しか変わらんのかと思うと、スイープの方がまあ良さげな気もするし、まあでも人によって違うかなと思うし、まあ、僕の中ではスイープのランクって結構低いのであんまりそんなにおすすめな感じではないんですけど、まあ、どっちかって言って比べるとこっちの方が万人受けしやすいかなというふうには思います。はい、ということになってですね、まあ、今回ノースフェイスの人気のグラニュールっていうカバンを紹介はしてみたんですけど、まあ、なんでかわからないんですけどグラニュールは結構セールとかにかかってたりするみたいで、スイープの方が結構人気で完売してるらしいんですけど、まあ、僕からしたら別にどっちもあんま変わらないっていう感じはするんですけど、一応まあ購入した店は下の動画説明欄に貼っておきたいなというふうに思います。まあ、そんなに大差はないような気はするんですけど、まあ、一応こっちの方がよくセールにかかってるということらしいです。はい、ということで、まあ、最後背負ってる様子を見てもらいたいなと思うんですけど、さっきはこう前の様子を見てもらったんで、まあ、前はこんな感じですよね。立った方がいいんかな、まあ、こんな感じで背負ってるので、まあ、サイズ感的には結構いいですよね。大人の人が背負っても全然いいし、子供に背負わせてもいい。で後ろやったらこんな感じで背負えるので、ちょっとこの中腰めっちゃしんどいんですけど、こんな感じで背負えるので見えてるのかな。まあまあサイズ感的にはまあまあいいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この辺で終わりにしたいなというふうに思います。ということで本日はですね、ノースフェイスのグラニュールを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。